それではお待たせいたしました。本日の若鷹スピーチは大関投手です。よろしくお願いします。こんにちは。今日は守備の皆さんとリードに助けられて完封勝利をすることができました。これからしっかり自分は一軍に向けて呼ばれてもいいようにしっかり準備していくつもりです。また応援よろしくお願いします。今日は暑い中、今日はありがとうございました。大関投手ありがとうございました。